イエス・キリストは苦悩の今日も私は山の神でない私たちの主です。その主にですね、期待しつつ御言葉を記録してまいりたいと思いますけれども、お祈りありがとうございます。いろいろな便で帰ってきましたけども、この無事にですね、白馬キャンプから帰ってくることができましたけども、その中でね、特にクロスロードがですね、賛美大会で9位という、ね、ことで感謝しています。あのですね、今回、ここのところね、ちょっといろいろあってなかったんですけどね、グリーンプラザからですね、大町の文化会館でね、結構ね、私運転手でね、秋元牧師の送り迎えだったんですね。理由はね、まず第一番目に昔、ある方がですね、ギフスに行って、朝から行かなきゃいけない、だから運転してくださいってね。そしたらその方がですね、牧会に専念しなくちゃいけない、牧会の方をしなくちゃいけませんので、でね、大丈夫ですって言ってね、で送り迎えで数年やってたんですが、今年ですね、その方がですね、すいません、白馬の賛美大会で歌わなくてはいけません。牧会はどこ消えた。思わずも言いそうになりましたけど、だから過ぎましては運転しようってね、で、親しみたいにね、運転してですね、したんですけどね、また案の定ですね、この車の中でね、クロスロードはないなとかね、やるわけですよ。優勝のね、今年は読めないとかね、いろいろ言いながらもね、今年こそクロスロードだとかね、そう言われるとね、燃えるんですね。聖なる復讐をとかね。で、そしたら今年ですね、本当に今まで、ない最高かな、何が最高、4位、7位があったっけ、ですね、ですからね、本当にこの、来年もまた3枠だからね、言っておきました。来年はね、次点枠も含めて4枠をいただきます。ですからね、賛美隊の方々頑張っていただいてね、この知っていただきたいなということで、ね、思っていますけれども、本当にこの中でね、白馬キャンプをこの豊かに祝福されて、またこの特に、今年の特徴はね、私の知らない人も多いんですよ、ね。必ず毎年行ってますから。そして、ね、初期の頃はね、あれが長藤牧師よってね、下から指さされてね、そうすると顔を覚えるわけですけどね。で、2、3年経つとね、あれが長藤牧師の奥さんよってね、うちの奥さんが有名になってきて、でそうするとね、今はちょっとね、あれが長藤牧師の息子さんそっくりとかね、そういうのも出てきてるんですけども、でもですね、今年はね、本当にこの、5分の1くらい知らなかったかな、知らない人も多いわけです ね。だからですね、向こうもこっちも知らなかったりね、久々の嬉しい喜びがね、あったりね、するわけですね。で、その中でね、本当に時代が変わったなということをね、この思っています。カナダから、アメリカから、ブラジルから、ヨーロッパ外の人もいますしね、そういうね、多くの外国の方からもね、来られていました。ね、あとアメリカですね、来られていましたし、またね、他教団の方々とかね、他教団教会のね、牧師の方とかね、いろんな方々ね、つまり働きが大きく広がっていくということね、広がってきてるなということね、見ております。あと、ですね、安らぎの、風の響きのですね、ベスト版、買ってきた、持ってきたんでね、もう配ったの？送ってもらったの？割れちゃうから。申し訳ないです、私その辺の報告受けてなかった。割れてしまうからね、今週中に届きますので、1枚だけね、私適当にバッグに入れてたのがですね、あるはずよって言われてね、そうかって言ってね、今見たらあったんで、ちょっと書けましたけどもね、ぜひね、聞いていただきたいなということね、思っています。で、ですね、これからですね、風との響きの3週の、この応募がね、
これからはね、西欧はダメですから、ね、私のね、心臓のためにも西欧は出さないよ。あれ本当にね、500曲皆さんに聴かせてあげたい、ね、ね、大体ね、なんだ、クラゲになりますから、ね、ぜひね、聴いてみて、ね、試したいから、どんどんダウンロードしてね、差し上げますよ。ただし全部聴かなきゃね。全部聴いたらどうせ頭の中がね、ごちゃごちゃになるから曲を覚えてないだろうから、ね、ですね、ですからね、さえね、見ておいていただきたいと思います。それとともにですね、この週報の出しましたけども、またね、帰りの飛行機の、ね、直前ぐらいですね、だいたいね、そういうところで電話来るのね、はい、はい、はい、ね、だからこっちにカレンダーも何もないのね、だから入っただけで終わって、10月の5日から、8日、月曜日から木曜日ですけども、ミサさん目の前にして悪いんですけどね、今回はね、石垣は行かないことになっております。だから悪いなって言ってるんですね。宮古の方ね、行くことになる。宮古は断ればね、石垣だったんですよね。断らなかったんで、ね、宮古の方に飛ぶことになっております。ただね、石垣宮古に行くとですね、お金がかかる。ですから最後覚えておいてください、ね、秋元牧師はね、当然のごとくですね、全日空を要求してきますし、ね、船で行きたいなとか一生思うんですけどね、船乗せてあげたいなとか一生、ね、思うんですけども、でぜひね、ですから多分月曜日が宮古ですね、そして火曜日にこの南部アンテロケ、そしてこの沖縄犬の水の泉、そして南部アンテロケ、沖縄犬債務、そして木曜日の朝帰るというこのパターンだと思いますので、ね、これまだ各教会にも連絡してないんですよ、忙しくて。ですからね、サイン覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、ちょっと前話しましたけども、この前半、夏の前半ですね、後半はどうせ選曲でね、もう全く私何もできませんけど、各賛美チームの CD の録音をしたいと思っています。で、曲をね、自分たちで選んでくださり、カラオケを作るか、またね、奏楽者を見つけ出していただいた、ね、チームにおいてね、CD 録音をと、CD 制作をね、していきたいと思ってますので、何か、うちの奥さんの方にね、申し込んでいただきたいと思います。で、でその場合ね、一回、すみません、CD 台と、50枚の CD 台と、して、録音台として、一応、各チームですね、5000円。かかることを見ておいていただきたいと思っています。まあ、これでね、全部、この、紙ジャケットじゃなくてプラスチックジャケットかとプラス、このですね、印刷して皆様に、各チームの方に渡しますので見ておいてください。ですいません、なるべく早めにね、申し込んでいただくと、ね、その辺で、それからどこでやるかってことをお知らせしますので見ておいていただきたいな。各賛美チームじゃなくてもいいですよ、ね、自分の声を録音したいって方しますからね、詩吟でもいいんですよ、あれですよ、賛美大会の応募ね、詩吟までありますからね、私に詩吟を理解しろなんて無理な、ね、詩吟の、ね、あれまでやりますからね、ですからさえね、見ておいていただきたいと思います。そして、ね、ギフツが今のところですね、この最終調整はまだ終わってませんけれども、12月の15日前後から19日にかけてですね、沖縄に来ることになっています。ですからね、ぜひですね、お集まりください。で特にですね、18日に、このですね、からしだれ向かい、で17日にはですね、この糸満高校でね、このやる可能性が出てきております。そうなるとね、よくよく聞いたらね、だいたい500人ぐらい前だって、500人ぐらい集まるんだって、でそのこと帰るさに言ったらね、へーとか言ってましたもんね、ですね、ぜひね、期待してみておいていただきたいと思います。それで、今日はですね、このヨハネの手紙の第一の連行の10回目として、4章の1節から6節を読みしましたけれども、ね、ちょっとね、示されましたので、最初の目視録の6章、まあ、皆さんもね、
聞いてる人が多いと思いますけれども、6章の2節、483ページですね。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼に冠に与えられる勝利をの上にさらに勝利を得ようとしているので、ここに白い馬、まあね、今回も白馬に行かせていただきましたけれども、このですね、黙示録の19章の方にも白い馬が出てきます。またゼカリア書にもですね。でこの黙示録はね、でもね、この色でね、この神様の御心を表しています。白はね、勝利なんですね。黒はね、死とかね、青ざめた病気とかね、赤はね、戦争とかね、そういう意味なんですけども、ですからこの白はね、このハンキンスだという方がいますが、そうじゃありません。これはキリストの勝利で、ここからね、私たちはこの観難時代の、これ一番最初です。観難時代の最初で、ね、この7年間の観難、大観難の一番最初に白い馬が来て勝利を取る、つまりリバイバルが起きて多くの方々が救われるというところで、ね、の語られている御言葉として一つ挙げられているところです。ですからまずね、この白い馬がキリストであり、勝利、つまり救いが、リバイバルが起きてくるぞ。で今回ね、このちょっと前のね、この秋元牧師の聖会の中でね、何回か語られてますけどね、じゃあその時ね、この弓というもの、ね、全部やりたいんですけどね、特に大事なところだけね、弓、白い馬はね、弓を使うっていうところ、つまり戦いの武器の中心が弓になってるわけです、ね、剣だったら、ね、剣なわけですよ、ね、で弓と剣の違いはね、簡単に言えば近距離武器か、ね、近距離武器か遠距離武器かの違いです。つまりキリストの勝利は遠距離武器によって表されていくよということをね、ここで示してるわけですね。この当時のね、戦いの中心は、この刀です。刀っていうかね、剣です、ね、剣です、ね、そういうこともですね、まあ、弓もありますし斧もありますけども、近距離武器を用いて戦争をするわけです。ところがこのキリストの勝利は弓である。じゃあ弓は何かということで、今日先にねお話しする、これは何かというと、自分のところから遠くのところに置いてこの勝利が与えられる、つまり神様の勝利を与える武器ですよということをね示しているわけですね。でそれが何かというと、このインターネットの働き、またね、今ダウンロード版が出し始めましたけども、この曇り字のダウンロード版とか、つまりインターネットを通してさまざまなところに神様の福音が、神様の働きが、神様の導きが表されていく、これがね勝利のポイントだってことね、ちょっと示されてきてるんですね。ね、今日もね三田さん来ていただいてますけどね、石垣なわけですよ。もうね1年に、ね、こっちから行けばね別ですけども、来ていただくなんてね、多分1年にこの白馬の時、まあ、次クリスマスの時来ていただいて、ギフスと一緒に待っていただくと嬉しいなと勝手なこと言ってますけどね、私勝手なんです、ね、だから全然いいね、記憶レスに必要ないです、来れなかったって言って、なんだろうね、毎週ねこのカメラを通してね私を見てくださってるわけですからね。あと宮古で昔ね、私この沖縄に来た時ね悩んだんです。何を悩んだかというとね、どうやって各島々に福音を伝えようか祈ったんです。神様御心の方法で、だからね頭の中でね、人間取るかですね、船舶免許を取ろうかとかね。ね、それはそうですよ、ね、航路があってもね、もう縛られるわけですから。それだったらね、ちょうどその頃ね、なんか船のお医者さんのドラマがあったんです。四国、じゃあ四国のあたり、船のねお医者さんのドラマを見てね、
船でね、いろんな離島行って、そういうね、医療活動をやってる。あ、これはいいとかね、浅はかですよね。なぜかって言ったらね、私船に乗ってる時間ね、そしたら何十時間も行くんだもんね。そんなことをさ考えながらね、離島の福音、つまり離島に対しての神様のね、働きはどうしたらいいかってことで、悩んだんです。今もうね、答えは分かっていますよ。インターネットを通して、ね、伝えることができる。ただね、これはね、向こうが開かないとね、開かないんですよ。だから今祈っているのは、ね、このインターネットがいろんな方々に開かれるように、用いられるように、ね、で、そのね、中でね、一つね、浮かんできているのがね、ザ・ビジョンのね、ダウンロード版。あのね、教会のね、礼拝をね、見るよりも、音楽を聴くのがね、圧倒的に多いですよ。ね、うちの息子なんかね、次男なんかね、今月ね、ダウンロードのギガ数が10ギガ超えてたもんね。11ギガぐらいだったよ。私なんかね、見たらね、0.2 ですからね。みんなね、今ね、インターネットでね、そういうね、世界とつながってるんですよ。だからね、そういう面でね、賛美でね、賛美はね、一度売れたらね、すごいですよ。つまり歌が売れたらね、昔、レーナ・マリアさんね、あれで、売れたじゃないですか。もうそしたらね、レーナ・マリアさんのコンサート、満杯ですよ。一度福岡でね、行かせていただいた時ね、もうキリスト教のね、集会なのに、普通、一般の人、普通の人がね、満席状態で、ね、いらっしゃいましたね。だからね、そういう面でね、この賛美がね、この用いられ、武器となって、これも指ですよね。ということでね、これは秋元牧師のメッセージプラス私の示されていることを今お話してますけども、で、ですね、だからね、ね、うちにはしね、一つだけ武器があるんです。人じゃね、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけどね、CD としてはね、自由に使える CD がね、1枚ある。ね、苦労してね、全部こちらで作ってね、ジャケットまでね、手配してね。でですね、そしてね、ビジョンがね、ちょっと今、いろんな問題でね、この他の CD がね、ちょっと遅れてる。まあ、詳しくは言えないんですけどね。だからね、こっちからね、やらないって言ってね、早くやった方がいいよとかね、たきつけてね。で、今週出てます。クロスロードのね、CD を、これね、インターネットにね、載せることにね、今日、今、朝からでメール、昨日からずっとメールのやり取りしてね、夜中の。で、ですね、一応許可が下りた。だから、あとお金払えば、ね、クロスロードのね、ジャケットと CD をそのままダウンロード版で、ね、Kindle でもどこでも、iPhone だっけ、なんか知らないけど、全部やるそうです。こっちは分かんないから全部やって。それだけ。ね、神様に感謝して。1曲ね、200円。ただね、なんかよくよく調べたらね、200円のうちの半分が、歌った人に入るって言うんですけども、向こうが取るね、費用ね、忘れてたそうです。だからね、1曲、150円、200円、250円ってあるんですけどね、まあ、CD の場合、1200円変わらず、そうするとね、250円取るとね、ちょっと高すぎ、150円だと CD と同じ、だったら200円でいいや、簡単に決めてました。で、1曲につき200円をですね、皆さんの持ってるスマートフォンで聴けるようになりますので、だからね、ぜひ期待していただきたいと。うちの奥さんにも全然言わずにやっておりますけどね、多分うちの奥さんに今、軽減な顔しておりますけど、ですからね、詳しく分かりましたら、再発表していきたいと。で、これどうするかというとね、QR コードっていうね、皆さん今、飛行機乗る時の四角いやつ、ポチポチ、あれ作って、でそこでパシャってやってもらうと、すぐそのね、ダウンロードするところに行ける。ね、そしてそれで、課金していただければ買えるというシステム。
ですからこれから路上やるときもね、CD に並べるのとともに、それのビラをチラシを作って、まあ、なんすんだ、この名刺みたいなやつに作って、やればすぐパチャッとね、いけるという、ね、形になります。で、そうするとどうなるかというとね、皆さんの知り合いに、そういうことが好きな人がいたら、CD を送らなくてもいい。それをメールで送ってあげればいい。なんか急になんかいろんな働きがね一気に開かれ始めてますけども、あこれ以上やるとね秋元部下ですよね入れなくなりますから、ですからね弓の働きがねこれから表されていきます。でともにこれね皆さんにおいても弓の働きを担う顔となっていきますので、さあね見ておいていただきたいと思います。さあ、ね、今日はね黙示録の4章開きました。で一節に黙示録じゃない第一ヨハネのね、4章を開きました。一節に、愛する者たち、霊だからといって、皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。で、この霊的な働きというのは3種類あります。これはね、開きませんけど、エレミア書の14章の14節ですね。ね、この占いの霊、他の霊、つまり悪霊からのもの、そして同時に人の思いの霊、そして神からのものがあります。この霊的なものだからといってね、何でもかんでも神様にしてはいけません。で、このね、神様にするからこそ問題が起きるんですね。日本においてこのカリスマの働き、精霊の働きが大きく開かれた。約30年ぐらい前ですね、開かれました。この沖縄においても開かれると聞いております。でもその時ね、この多くの方が逆にその中でね傷ついたり、またね問題を受けてしまったりすることがあったと聞いております。じゃあどうして受けたのか、それね試さなかったからです。つまりそれが本当に神からのものかどうかを試して受け取らなかったがゆえに混乱が起きたんですね。何でもかんでもね、霊的なことをね、ね、是としてはいけない。たとえね、牧師がした予言や、牧師がしたね、言葉であったとしても、ね、霊的なことに対してね、見分けなきゃいけない。かつてね、私もちょっと無知な時代がありまして、トロントブレッシングといったね、見分けに行ったんですが、その時ね、このね、礼拝の後で、ね、祈る時があった。で、チームで祈るって言うんですけども、何かね、ね、おずおずね、私の肩を、ね、手を置いてくる男性の方がいたんですね。ん?と思ったんですね。まあ、霊的に鈍感な方ですから、気にせずにね、ほっといた。まあ、祝福祈ってくれるのはいいやとかね。そしたらね、霊的に悪かったんですね。その後ね、手が上がらなくなっちゃった。私がですよ。ね、つまり、ね、でそしてね、まあ、お掃除って呼んでるんですけど、霊的にね、それをね、縛った、そしてね、解放されました。だからね、あれはね、神様からではなかったんですね。だからね、神様のね、霊だったら、肩が痛くなって手が上がらなくなるんですね。そんなことはないわけですから。で、これは他の霊だったわけですが、私ね、その時ね、それを許しちゃった。許しちゃダメですよ。それ以降ね、本当に神様のものかでどうかね、確認するようになりました。ね、井戸の中に置いてもね。これはね、どんなにね、素晴らしい教会の中であったとしても、間違ったものがね、入り込むときに、それはね、この逆の働きになってしまいますから、ぜひね、見ておいていただきたい。だから今癒しの犬の時にスタッフの方以外の方は申し訳ないですけど手を置かないでくださいとお願いしているのは逆の意味においてそういうねことが起きないように、まあ、皆さん手を置いたっていいんですよ、ね、でもそこねこれから来る方々の中で霊的に悪い方が来た場合それより対応できなくなりますからそういうことをしているわけです。ですからねそこを見ておいていただきたいと思いますけども、そして、さらにですね、この2節からですね、6節も読みします。
人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は奴隷として神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているんです。あ、ここまでにし、時間がないからね、分けます。で、この後ですね、じゃあそれをね、見分けるのはどうしたらいいのか、ね、これね、2つ出てくるんです。これ2節から4節ですね、あ、3節ですね、2節から3節。イエス・キリストを告白する霊、つまりイエス・キリストは誠の神であり、誠の救い主であり、誠のね、この癒し主です。口先じゃなくて信仰に心から ね告白するもの、つまりイエス・キリストを本当に信じて従っている方かということで、ね、見分けなさいということですね。そして先に見ます。もう一つがね、5節6節。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。ここに、ね、神を告白する霊、ね、告白、ここに、6節にね、私たちはそれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。ですから、あ、すいません、告白じゃなくて、このね、この世の言葉、つまりこの世の言葉を語っているかどうかを見るですね、この中でね、このまたこの世の、ね、人々の反応、つまり神様にある方々の平安というね、そういうんじゃなくて、この世が、ね、受け取っている、つまりサタンの支配が受け取っている霊的なものあるわけですよ、ね、例えばね、この前からお話をしています、アメリカでね、同性婚を認めるという、つまり教会がね、同性婚のね、知識を上げなくちゃいけない。その時に、まあ、法律だからといってね、それを喜んでするような、まあ、そういう、ね、ことはね、私はこの神様からのものではないと思います。つまりこのように迎合して、この世の、ね、流れの中で、ね、キリストの、ね、教えを曲げてしまうもの、曲げてしまうもの、ね、あるわけですよ。つまりこの世の霊のその流れに乗ってしまって、この世の霊の働きの中で、これ、これは神様の霊ですというやつ、いろいろあるわけですけども、それに気をつけてくださいということを見ておいてください。そして間の4節ね、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力あるから。そして最後にこのことね、私たちはその中にあって勝利したものである。つまりキリストの勝利を受けたものである。たとえ迫害されたとしても、困難な状況を許されたとしても、私たちはキリストの勝利を受けたものである。なぜならイエス・キリストがあの者たちに勝ったからです。イエス・キリストに従うときに、私たちは私たちの勝利を、この世の勝利と違う神の勝利をいただくもの、また実際的にね、勝利を受けるものである。そのことね、見ておいていただきたいと思います。お願いします。神様、この御言葉ありがとうございます。また御言葉の真理をもって、さらに従うことができますように、助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず、悔い改めの時を共にお待ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、さらに癒しを過ぎ、解放過ぎ、霊を過ぎ、祝福してください。イエス・キリストの皆によって病の力を知る、病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、オーラスサンダラ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 、この足、右足に不具合がある方がいますが、それが癒されていきます。癒しを受けてください。
またこの肩が非常に張っている方がいますが、肩から背中にかけて張っている方に、それが癒されていきます。癒されよ、癒されよ、癒されよ。オーラスサンドラさん、このちょっとお腹の具合が悪い方がいますが、それが癒されて、イエスキリストって癒されよ、癒されよ。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきましょう。私たち一同ともに、世々と御教えに限りなくありますように。